使いすぎお化け。お化けが怖いかっちゃん。寝る時のお部屋も、トイレまでの廊下も、誰もいない台所さえも、いつも家の中のいろんなところの電気をつけっぱなしにしていました。ある日、いつものようにたくさん電気をつけていると、パチンと周りの電気が突然消えてしまいました。驚いたかっちゃん、思わず目をつぶります。すると、ねえ、使いすぎだよ。どこからか声が聞こえてきました。かっちゃんがうっすら目を開けると、そこにはなんとお化けが。でも、あんまり小さくて可愛かったので、かっちゃんは思わず笑ってしまいました。お化け怖くないじゃん。そんなかっちゃんに、お化けはプンスカ話します。電気を使いすぎだよ。使っていない部屋の電気はこまめに消さないと。かっちゃんはお化けが怖いからと言おうとしましたが、少し考えて、これからはそうするよと伝えると、お化けはスーッと消えていきました。次の日、お風呂で頭を洗っていたかっちゃん。すると、使いすぎ。昨日と同じ声が聞こえてきました。また君か。部屋の電気は消してきたよ。かっちゃんが言うと、お水使いすぎ。お化けはシャワーを見ながらプンスカ怒ります。それからお化けは毎日現れるようになりました。テレビをつけっぱなしにしたまま漫画を読んでいると、使いすぎ。部屋を暑くしすぎたり、寒くしすぎたりしていると、使いすぎ。どうして水も電気もたくさん使ったらいけないんだよ。今度はかっちゃんがお化けにプンスカ。お化けはかっちゃんに電気や水を使いすぎるとどうなるのかを話し始めました。水や電気を使いすぎると地球に良くないんだ。海の温度が上がると天気や気温がおかしくなって、野菜やお米があんまり作れなくなっちゃったり、大洪水が起きたり、小さな島が海の中へ沈んでしまったりするんだよ。そんなの困るよ。目をまん丸くしてお化けに言うと、お化けはうんうんうなずきます。そうならないように、今すぐ簡単にできることが、使いすぎをやめることなんだ。できる？もちろん。かっちゃんは大きな声で返事をしました。みんなが使いすぎをやめれば、きっと地球は喜ぶよ。お化けはそう言うと、スーッと消えていきました。かっちゃんはお化けが消えるとすぐについついつけっぱなしにしていた電気を消しにトイレへと向かいました。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってください。